暗黒論理そうだからね。暗黒論理日大の少年がお宝になったというか、これで一生暗黒論理で書いてくる暗黒論理ですね。こういう風で言う経済同情安全この南滅君でこの洞窟の中で立ち上がるのを書いてるです、ね、ここにおすずりの水っていうのがあってここで持って炭で炊いたということですね。夏だからね、相当ここもこの子は半分したね、この灯籠がいいで、これは正岡屋敷の記念が最近立ちましたね。これは素晴らしいね。ここにも櫓があるね。これはいいね。苔がね、まあ少し雨は全く降らないからね、ちょっと大変だ。しかし自然だな、これな。よし、あそこに食べなきゃね。これは本当ですね。この鳥はいいなぁ。そんなもんだからね。これでいいのか。おお、これはちゃんとつけてるね。これは、熊王殿がいいな、これ。松岡屋や日蓮商人の遺跡だな。何だかの入れるんだ。
あ、食べなくてもね。でね。でこれが一応本店で、一生暗黒だとね。ここは本当にいいところだな。